はい、金閣寺チャンネルでございます。今日はですね、2月の6日に行うチーム金閣寺セッションの現地偵察で会場でありますマウントレースイスキー場にやってきております。でもすでに SNS で告知はしてるんですが、今回のセッションはですね、2年ぶりの開催となりますね。はい、でその2年ぶり開催の、スペシャルな復活セッションを開催いたします。それはですね、暴言、皆さんご存知スキーをモチーフにしたですね、アパレルブランド、あの暴言とのコラボセッションとなります。今日はですね、その暴言の、代表であるとある方と一緒にですね、現地偵察していきたいと思いますので、楽しみに最後まで見てください。それではゲレンデ行ってみましょう。あそこ気持ちいい。ここすげえいいんだよな。もう結構近めで大丈夫です。めっちゃ近い。近いんじゃない。タケさん。タケさん。はい、ということで、いやー今日一日金閣寺セッションの第一会場下見ありがとうございました。最高ね。最高。下見だったのかただ遊んだのか。ほぼほぼ遊んでたんです。2月6日暴言と金閣寺ですね。セッション。遊びに来た。2月6日日曜日。ちょっとご紹介してなかったんですけど、まず小川さんです。小川です。よろしくお願いします。暴言の代表。ありがとうございます。多分暴言知ってる人で、あんまり素顔見たことないと思うんです。ほとんど出ないんでよろしくお願いします。そして坂下さん。坂下です。ただのスキー好きで夏農家やってます。そして私 の T シャツの絵とか描いてる竹内修太郎君です。スキーの素人です。お三方も当然セッションの時に来ていただいてます。もちろんです。ここで乗りまくって、ね、昼間やって、そして第二会場の長沼に移ってナイトセッション。ナイトセッション。また乗りまくる。やばい。楽しみ。来ていただいた方にもコラボステッカープレゼントさせていただきますんで。欲しい。スキー乗らなくてもステッカーだけもらいに来てもらってもいいんで。ぜひ、はい、遊びに来てください。ぜひお願いします。よろしくお願いします。2月6日日曜日お会いしましょう。来てね。来てね。俺の車のそばに鹿がいる。鹿の親子いる。おお、あ、いたいた。鹿の親子かわいい。俺の車の近くに鹿の親子。気をつけてね。冷水はすごいな。